中華民国台湾地区出入座会許可証の表紙旧版中華民国台湾地区出入座会許可証、個人情報ページ旧版中華民国台湾地区、出入座会許可証表紙中華民国台湾地区、出入座会許可証内容ページ。旧版中華民国台湾地区入り出座会許可証、通称入大賞とは、中華民国内政部移民所が、中国大陸、または、香港。 中尾居民に発給する台湾に入出国用の旅行証書、中華民国、または外国の旅券所持者は申請できないとなっている。入り代には短、単に逐次畜化線、1年タツギ、3年タツギの区分がある。中華民国は全中国の政党政府と自己規定しており、その支配地域への入居にあたって中華人民、共和国旅券の使用を認めることができないため、 このような取り扱いがなされている。旧版入り代償の機械読み取り区域コードでは、頭文字は、H、または、M、パスポートを意味する、P、またはビザを意味する、V と違う。1980年代から1990年代、複数回用の入り代償は、中華民国台湾地区立入りで境省と呼ばれ、見た目は、青色パスポート模様のノート、表紙は、 中華民国国旗がある。その後、中華民国台湾地区入りデザ海許可証に解消。見た目は深い色パスポート模様のノート、中華民国国旗がない。今の入り代賞は全部 A4 サイズの紙になっている。様式も類似している。ありがとうございます。